Let the free show begin。ヒップホップ DNA パネル、今週も前回に引き続きムートンさんとエミスさんをお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半は2人でリリースされたジョイントプロジェクトのハズキについて伺っていこうかと思うんですけど、そもそも2人の出会いっていうのはどういう感じだったんですか？友人のイタル君だ。そうです。イタルっていう映像監督、ディレクターがいまして、そいつが俺で同い年で結構仲良かったんですけど、うん、でまあそいつが家によく遊び来てたんですけど、その時にちょっと俺の友達一人連れて行っていいって言われて連れてきたのが、連れて来られたのがこいつで、はい、自分が多分東京引っ越したばっかで、でイタル君東北出身なんで知り合いで、でそうですね、たまたま、本当たまたまっす、はい。その時もムードさんのことは知ってた？いや、まあ、知ってますよね、まあ、有名人ですかね、まあ、知ってるよね。そうそうそう、でまあ、はい、そっから結構家が近場なんで、はい、よく遊ぶようになってみたいな感じですね。ミュージックビデオとか見てても、はい、すごいいろんな人がカメオで出てて、あ、ありがたいです、本当に。エビシ君って本当いろんな方と友達ですよね。いや、私長くやってるから、あとまあまあ人当たりいいんじゃないですか。そう、こんな豪華なメンツが集合する、でも本当皆さんのおかげですって感じです、うん、本当に。そうですか。ご協力いただいて、はい、結構ムートンさんも上京してすぐエミシ君とこう仲良くなってみたいな、はい、そうですね、心強いみたいな感じはありましたか？そうですね、はい、いや、めちゃくちゃもう今も日々心強いです。日々これからも、はい、はい、そうか。で2人でじゃあ最初になんか、じゃあそもそもこういう作品を作ろうみたいな感じで一緒にレックしたとか、そういう流れではない？いや、なんか そこはやっぱ DJ ジャムが、はい、去年の夏前ぐらいにジャムさんと僕が出会って、ジャムさんのスタジオに行く機会がありまして、はい、そのエクストララージの方に紹介していただいたんですけれども、うんうんうん、でスタジオ行ったらジャムさんビートめちゃくちゃも作ってるし、うん、しかもスタジオがもうスタジオになってるから、もう変な話、ここにじゃあラッパー来ればリリック書けば、しかもジャムさんがミックスマスタリングもできるって話で、うんうん、じゃあ完結できちゃうんですかって話になって、うん、全然できます、できるよって話で、マジですか、じゃあちょっと何かやってみたいですってなって、ジャムさんがそしたらビート100曲くらい僕に預けてくれて、半端なくないですか、半端ないじゃないですか、普通に結構やばいんですよ、量やべえみたいな。でとりあえず100曲もあるから、まあちょこちょこ俺もちょっとリリックを書いたりして、はい、でなんか一人でやるのはちょっと俺も結構初めてな感じのトラックというか、うん、まああんま普段やらん感じのテイストなトラックだったから、一人でやるのはちょっと結構チャレンジだなと思いつつ、だからワンバースとかだけのでちょっと書いてたりしてたんですよ、はい、で何曲かできたくらいのタイミングで、てか一緒にやるかみたいな、へー、でうまくこいつもはめてくれてって感じですよね。ムートンさんはその時なんかどういう心境でいらっしゃいましたか？いやいや、全然普通によし、やりましょうみたいな、しかもファースト出してから作品出してなかったんで、うん、まあエミスさんだったらケツ叩いてくれるし起こしてくれるしいけるだろうみたいな。おお、そっかそっか、じゃあそこからはもう順調に仕上がったっていう感じですか？順調、まあでもただすっげえ冷静に考えると、これ後から今終わってないけど、そのリリースしたから言える子ですけど、はい、すげえ順調だったなと思うんですよね。だってそうなんだ、結局1ヶ月半でできたよねっていう、まあ俺のコロナがなかったら1ヶ月で終わってましたよね。へー、コロナかかったのかかったのっていやっていうか、俺以外ほぼみんなかかったんですよ、うん、私も結構自分以外結構みんなかかって、そうだから歯がゆい時はあったんですけど、みんなコロナ、そうだね、自分俺は元気みたいな、そうそうそう、誰にも会えねえみたいな、そう、みたいな。ただそんなこともあったけど、はいはい、本当だって夏に終わったんですごいね。はい、ムートンさんはどうですか、そのこれまでご自身のソロアルバムも出されてはいるけれども、こう、はい、エミシさんと一緒にまとまった作品を作るっていうのはちょっといつもと違う経験という感じはしましたか？はい、いやでもやっぱそのエミシさんほぼほぼやってくれるんで、まあそのファースト出した時もそうですけど、俺は何もでって基本本当にラップしかできない人間なんで、まあ、ラップして、あとエミスさんがまあそのジャケだったり、うん、デザインだったり、そう、もうそういうのいろいろ、もう早いんですよ、めちゃくちゃ仕事早いから、もうそのだいたいそのいくつかジャケとかも、これだったらどれがいい、この中だったらどれがいいっていうのをもう
送ってきて俺はあこれがいいですこれがいいですって言ってるだけなんで、うん、超簡単でした、はい、簡単でした、はい、そうだったんですか。でもえみし君って本当になんか今回の葉月のリリースに関してももう本当マネージャーさんっていうかレーベルの方かなって思うぐらいなんか変かもしれないけどテキパキと動いてらっしゃって、私もだからメディアのブッキングとかも全部えみし君窓口になってもらってレスも早いし、でも実際やってもらいたいですよ誰かに、うん、だけど、うん、いろんなことあるじゃないですかやってもらいたいことって、だけどこれ俺がやったら早いんじゃねみたいな、うん、俺がやった方がストレスないんじゃねみたいな、人を頼む、人に何かを頼むとそこでストレスが生じたりするじゃないですか、それより結局自分でやるあのちょっとしんどさの方が楽、結果として楽なんじゃねえかみたいな感じでいろいろやってったらできることが増えてった、はい、すごいみたいな。だってインスタグラムのプロフィールにもさ A&R ね、調子乗ってますよね。いや、乗ってると思わない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 、乗ってると思うし、えみし君もだからそうやって自分がそのねラップ以外の雑務っていうか裏方仕事みたいなのもあの一緒にやってらっしゃって、でもそういうの好き、いやそうですね、なんかそれこそ俺高校生の時剣道部だったんですけど、はい、あの選手やりつつなんか、うん、あの主務マネージャーみたいなのやってたんですよ、はい、あの部長副部長マネージャーみたいな、あそのあったじゃないですか、なんかそれあって、うん、序列じゃないですけど、うん、俺そのなんかマネージャーだったんですよ、はい、だから俺そういうの多分得意、昔から連絡つないでとか、昔から冷静にやってたから、結構俺ラップやる仕事とかしてたんです普通に、うん、時期もあるんで、ね、なんかすごい固い仕事しましたよね、なんかそう法律事務所で働いたり、はい、不動産会社で働いたり、うん、その前一瞬ルイ・ヴィトンとかいたりしましたから、知らなかった、その前3年間ぐらいちょっと人に言えない空白の履歴書に書けないことをやってたりして、はい、でなんか一応まあなんかいいことも悪いこともなんかまあでも上には上がいるからあんま大したことは言えないですよ、なんかあれだといろいろやって、だから俺音楽を仕事みたいにやろうって、音楽を仕事にしたかったんですよ。だから音楽を仕事みたいにしようっていうか、うん、なんていうの、仕事みたいに音楽をやろうって思ってて、だからちょっとちゃんとしてんのかな。だけど、やっぱ結構硬いんですよ。ちゃんとしちゃってんですよ。こいつ適当なんですよ。だけど適当な、こいつがたまに言う意見とかが芯を得たりするんですよ、うんうん。俺は結構仕事として考えちゃうところがあるから、はい、納期とか結構ちゃんとしちゃうんですよ。うん、いやここちゃんと、ここはこれで出そうとか結構ちゃんとしてるんですけど、ちゃんとしちゃうんですよ。悪く言うと。うんうん、こいつとかは、ムートンは、いや、で、エミスさん、これはもうちょっとやればもっと良くなるんじゃないですかみたいな提案をしてくる。俺だったら納期を まず考えちゃうところがあるから、うんうんうん、それはないけど、ただそういうなん確かにって思わされる部分があったりして、俺は今回すごいその制作今回は思ったっすね、なんか、うんうん、じゃあお互いがなんかいいところをこう引き出しあって完成したっていうのもあるんですか ね、 あのちょっと前にミュージックビデオが出たそれこそ葉月っていうアルバムの最後に入っている曲も宇宙がこうテーマになっていて、ミュージックビデオもすごいこう幻想的なイメージで、だからこういうすごくコンセプチュアルな曲っていうか、どうやってその意見を出し合って作ったのかなって、あの曲はもう多分っていうか、あの曲以外はもうビート決まってたっすもんね、そのだいたいそうですね、決まってて、だいたい決まってて、一曲お前ちょっとお前も好きなの決めるって言われて、まあ、俺最初その絶対えみしさんが選ばないようなビートを選んだんですよ。えみしさんが選ばないような俺が好きなやつを選んで、でその時にはもう GLD 氏にこれできてる部分の大体できてる何割かの作品送って、こういうの作っててちょっとイメージをお願いしますっていう時に、もうあの曲を作る前に多分あのジャケの感じが上がってたっすよね。そうっす、あのジャケの宇宙っぽいじゃないですか、なんかあのあれのジャケが大体上がってて、でビート聴いて思った時に、あのジャケ見て、あちょっと宇宙っぽい曲作りたいなみたいな感じで、でもう大体決まってたんで、めっちゃ簡単でしたね本当。そうなんですね、はい、そういう時ってこういうテーマにしようと思うんですけどみたいなことを事前にそれこそ一緒に書いたっすよね、一緒にいてジャムさんのスタジオにいて、この曲良くないっすってなって、いいねってなって、宇宙がいいっすっ
宇宙って言い出して、うん、で俺は正直俺だったらそのテーマって絶対ないんですよ、うん、俺結構なんていうんですか半径5メートルで、うんまあ、結構書いちゃう 地に足がついてる世界みたいな、もう本当見えることしか俺基本的に書いてない、はい、書けないっていう書けなんか分かんない書いてなかったんですよ、うん、あんまだから宇宙なんて半径5メートルないじゃないですか、はい、絶対俺だったらそのトピックは選ばないんですけど、はい、ただあのジョイントだったら普段やってることやるよりは普段やってないことやった方がいいわと俺は思って、うんうん、だから宇宙に乗っかって書いてみたものの、まあ、2人とも結局ね水金地下木土天ぐらいしか出てこないっていうまあでもすごいあんな曲になった、はいうん、でも最初のバースのムートンさんのやっぱより柔らかみのあるフローが続いて、はいはいはい、あのエミシ君の結構ゴリッとした、うん、流れめっちゃいいですね、うん、あの展開は素晴らしい、そうめっちゃいい、すごいあんな歌えないっすもん俺、うんうん、こいつカラオケとかめっちゃうまいんですよ、あそうなん絶対俺行かないっすもん、だからこいつと、あそう嫌ですもん、恥ずかしくなる絶対、いやカラオケ行かないですけど、行かないですけ ど、こいつがたまに歌ってる動画とかなんかその友人とかが上げてたりしたのがバカうめえですよ普通に、だからこいつ歌めっちゃうまいんですよ、えそれってなんか昔からうまいんですか、練習してたとかじゃなくて 素でうまい、そうですね別に何も、はい特には、うん、でも最近の曲とか全く分からんすよ、全く分からんです、本当昔の曲しか歌えないです、あ別にそんなカラオケ行きまくってとかではないですよ、うん、本当、ね、だけどなんかすごいだからあの曲とかはすごい、あんなの俺絶対あのトラックを聴いてても俺は絶対にあんなの出てこないから、うん、マジすげえとは思ったし、うん、はい、だからまあ俺はじゃあ普通にやろうと思ってラップしただけなんですけど、うん、あれは普通に、うん、普通でただちょっと普段とはやっぱちゃいましたよね、宇宙っていうテーマだったから見たことないから、うんうん、確かに見たことどうしようみたいな、そうですか、でもそういったなんか一つ一つのなんか小さいドラマみたいなものがこう重なり合って完成した作品なのかなっていうふうにも感じましたし、あとやはりお互いのファンの方はそれぞれ次の作品をめちゃくちゃ待ってらっしゃるんじゃないですか、特にムートンさんもさっきもおっしゃってたけど、ね、ソロアルバムからしばらく経ってますよね、そうですね、はいはい、うん、とりあえずまあでも葉月ももうあれですよね、そっか進んでますよね、まあそのそっか、まあ、あんま言えねえやでも一応ある意味だって EP じゃないですか、うん、その EP で終われるわけないじゃないですか、冷静に考えて、うん、そんなむしろ序章なわけじゃないですか、はい、ってとこじゃないですかね、そんでお互いそれぞれ別に他でもいろいろやってるんでいろいろやりたいですね俺は、うん、うん、エミシさんもだってさそれこそオールズのプロジェクトもあるわけじゃないですか、すげえ大変ですよマジで、えでも今年、だ今年ですよね、今年2022年、今年にはそれもいやもう去年の時点でレコーディングは終わってますからね、はい、そうですか、とっくにみたいな、受けるんですよ本当に、全然最初にやり始めたプロジェクトが一番遅延してるっていうまさかの感じなんですけど、しかも自分のねで逆にこいつとのは一番後にやり始めたのに一番最初にできたからまさかっていう感じではあったんですけど、やっぱちょっとグリーンアサシンダラーさんのビート聞きたいっすもんね、まとまった形で、すごいなんかそれ以外もいろいろとあの僕もこいつも他にも本当いろいろやってる、やっていこうとは思ってますので、はい、うん、って感じですね、プライベートもそのレコーディングとか制作とか抜きにしてもお二人は仲がいいんですか、まあそうです、実際マジで俺去年か2021年一番合ってるラッパーはお前な気がするんです、あ普通の例えばそれぞれの友達があれとして、うん、ラッパーってなると、うん、ね、うん、結構確かに四目並べっていうゲームが超面白いですマジで超面白いっすわ本当にめっちゃやってるんですけど、何がきっかけで始めたんでしたっけ、千人称さんに俺はプレステ5かスイッチが欲しいんですけど どっちがいいっすって千人称さんに聞いたんですよ、そしたらいやエミシ君 それじゃなくて四目並べを買ってください俺とやりましょうって言われて、何ですかそれってなって俺がアマゾンで即ポチってしてそっからもうみんな俺の周り立体四目なので、はいはい、こうなんか玉がこう上に重なっていってこう立って横斜めみたいな、俺この間ベスさんにも勝ったしドグマさんにも勝ったっすね、マジで結構俺強いっす、いや強いっす、俺勝てないっす、そうなんですね、弱いっす、あれ俺弱いな、いやこいつ前優勝したバトルの時に朝の5時から8時のだから朝方俺ん家で3時間ぐらい四目並べをやってお前そろそろ
から今日の夕方バトルだから帰んなきゃまずくねえかって言って、あ、やばいって帰って優勝したんですよ。だから四目並べをやればバトルにも勝てる。そっか、その柔軟に進むのかな、頭の中が。ちょっと四目並べ我こそはという方はここまでみたいな、あのエミさんに挑戦。強マジ強いです。やばい、私この四目並べの話いつ聞いてもあの好きです。はい、千里翔さんビガップス。どんな悪いことをしてるのかなって思うじゃないですか、家で。全然四目並べ。そう、集まって。姿を想像すると。うん、いいなっていう気持ちで。いや面白いです。普段なんか仲のいい、プライベートでも仲のいいラッパーの方っていらっしゃるんですか？それこそ今挙げて PV にも協力してもらってるっすけど、それこそペスさんとかカンさんとか、はい、そうドグマさんとかもそうだし、やばいな、上の人ばっかだな。ちょっとどうなんだろう、うんうん、うまい。でも全然みんな仲がいいっす。めっちゃピースだよね本当に。まずラッパーっておもろいじゃないですか、うん、そもそもっすよ、はい、ラップやってるやつってやばくないですか、はい、ちょっとめっちゃ分かります。いろんな意味でやばいじゃないですか、はい、普通のやつラップなんてやんないっすよ、うん、まあまあ、でラップやってる時点ですごい面白いって思うし、うんうん、共通の趣味があるってなるわけじゃないですか、はい、だから仲良くなっちゃうんですよね。そっか。ムートンさんも上京してからやっぱこう人脈っていうか交流、交友関係っていうのはわーっと広がりましたか？そうですね、いや変わりました変わりました。なん誰だろう、いやまあ最近はそれこそ今日この後サイレントキラージョイントが東京来て一緒に2日ぐらい制作するんで、 あと今今年の春か夏、遅くとも夏くらいまでには出るアルバムをリッキーさんにプロデュースしてもらってるので、最近リッキーさんはよく会いますね、はい、結構。じゃあ本当に次の作品もなんか思ってたよりも早く聞くことができるかもしれない。やんなきゃ、やんなきゃやばいっすもんマジで。だってエミさんも出るっすよね今年。そっか、いやもうだいつ出そうって感じなんですよ、むしろ。本当タイミングを考えてますって感じです。電話ください。ぜひ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 。ありがとうございます。というわけで2週にわたってムートンさんとエミさんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。To make you look bad, they grindin' and I do it cause I know you got more talent in the court. Yeah, I'm poppin' away, bitch. Who the fuck if you don't get up out my face? I've been sittin' thinking about maybe picking a different route. Niggas chicken, let's pick 'em out with that. I'm okay. Okay, I know some niggas that are.